完全に南国ですね。メキシコは日本の国土の5倍あるということを知らなかったんですけど、1ヶ月経つまで体感としてそれを感じております。長い長い移動を繰り返して、服装も変えて夏仕様にしないとですね、もうバテてしまいますから、はい。サンクリで買った麻のパンツ、この南国で活躍しております。いやー、あとはね、靴ですよ、靴。このね、トレッキングシューズではちょっともう暑苦しすぎるんで、適当なサンダルを買いたいなと思います。あとはお気に入りの食事どころですね。どの町に行ってもお気に入りの屋台ですとかお気に入りの食堂、これを見つけるのはね、結構ポイントです。メリダ、まだ昨日午後着いてあまり経ってませんけど、時間が、そのポテンシャルの高さ、ひしひしと感じてますね。ここ結構外れの公園なんですけれども、中心地から2ブロックほど外れてますけども、結構強力なメリダの市内の Wi-Fi ですかね、公共のパブリックスペースをカバーしているメリダの Wi-Fi がめちゃくちゃ速いんですよ。まあ、そういうところもそうですし、スペインのレコンキスタ、多分最初に拠点とした街がここなので、ちょっとヨーロッパの雰囲気がありますし、お店とかちょっと洗練された雰囲気が他のメキシコとは違う、よりヨーロピアンな雰囲気ありますね。まあ、なので、まあ、そのせいか分かりませんけども、サンミゲルデアジェンデみたいに、アメリカ人とかヨーロッパのちょっとリタイアしたような世代の人たちが、ゆっくりした時間を過ごしてますね。ここはゆっくりできる、そういう街なのかなという印象です。ユカタン半島の伝統的な家作りですね、これ。すごい。わらぶきというか、わらじゃないな、これ。中もね、見れますよ。ハンモック。南国っぽいな。熱帯の地域っぽいですね。ユカタン料理をいただきましょう。なんかね、もう匂いからして美味しそう。ちょっとコンソメのスープみたいな香りですね。レモンスープということですけどね、暑い場所にはぴったりのさっぱりなスープだと思います。
実際はどうでしょうか。あまさにまさにレモンスープ。レモンの酸味と、あチキンとかタコスの切れ端みたいの入ってますね。そういう味がします。美味しいね。メキシコではメニューの写真で結構分厚めの肉に見えても、結構肉ステーキ系はね、あの肉のグリル系は薄い肉多いですね。そういう好みなのかな。なんかあの噛みやすいっていうのがあるんですかね。なんかあんまり自分は経験がないから、この薄い肉面白いですね。まあ、とにかく病み上がりにポークグリルステーキ大丈夫かな。とりあえずいただきましょう。Ese recipe tortillero le llamamos leek. Leek es es as pumpkin. But ちょっと蒸してる効果があるって言ったのかな。ちょっとす、ちょっと分かりづらかったですけど、トルティーヤをちょっと中でね保温してる、蒸してる、そういうやつみたいですね。まあそれがユカタン風なんでしょう。まあ何はともあれ肉は熱いうちにですよ。そしてねレモンじゃなくてなぜかこのレモンなの、いやいやオレンジ、これレモン。いただきます。あちゃんと炭焼きだ。サルサをねつけたら美味しいでしょうね。まあ焼いた肉ですからねうまいですよ。もしかしたらあの蒸した蒸し焼き、絶対うまいでしょこれ。Rico. Yeah, rico. Rico de ございます。